皆さんこんにちは。雷調査隊のお時間がやってまいりました。この番組は東京の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。ユーストリームを使いまして全世界にお届けいたします。生放送の参加型番組となっております。はい、でこのお時間はですね、世の中に広がる様々な疑問や疑問に思っている言葉などを追求して、その中で人、歴史、文化に携わっていこうという教養番組となっております。はい、私が隊長の熊川雄大です。どうぞ皆様よろしくお願いします。はい、雷調査隊員山本真一と言います。ぜひとも皆さんおしんと呼んでください。本日も1時間よろしくお願いいたします。はい、はい、同じく隊員の針谷いつきです。いつにゃんと呼んでください。よろしくお願いします。はい、隊員のみなっちこと高橋みなです。よろしくお願いします。はい、はい、この番組1時間生放送でお送りさせていただいております。チャット、ツイッターでの参加どしどしお待ちしておりますので、チャット参加、ユーストリームさんをねご登録していただきますとすぐに ご参加できますので、ぜひとも1時間我々に絡んでください。よろしくお願いします。今日なんかちょっと入りにくいのかな。じゃん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 入っちゃってくださいね皆さん。はい、はい、お願いいたします。はい、はい、はい、まあね、あの東京にもね、うん、やってきましたよ台風が。台風ちゃんすごくなかった台風。音さすごくて寝れないぐらい本当にビヨーンって言ってた。ねえ、うちの家飛ばされるかと思ってそんなにお家に飛ばれてないですか。本当、うん、すごいあのなんか本当あの地震と、はい、地震っていうぐらい、うん、揺れるの？すごい揺れたビルあるらしいですよ。うん、ずっとあれすごいよね。すごかったよね。シャッター閉めてたもん。お風呂がずっとガタガタ言ってました。お風呂がガタガタ言ってた。それ沸かしてんじゃなくて沸かしてんじゃなくてガタガタなんて怖って頑張りすぎでしょ。そういうお風呂あるじゃないですか、下からなんかね、あボイボイ旧式の結構旧式のボイラーで炊いてさね、リッチじゃない逆に僕全然ね、その、うん、台風が本当に真っ最中の時に僕寝てたんですよ、うん、そう、なんかもう家にもさ、家からもまあ出ないでおこうかなと思って、そしたらもう気がついたら寝てて、そしたら起きたらもう本当台風が過ぎ去った時で、で街見たら結構もう本当に人とかね倒れてて、そういうのやめよう。人倒れてるクリスマス大変じゃん。倒れてて俺のね、うん、俺の何？俺の何？そんな時で、でもねなんかし、あの近くの家にあったあのサンダル、はい、うん、ベランダにあったサンダルが飛んできた。マジで危ないよね。そうそうそう、本当に強かったね。なんかあのね、あのまあ、すぐ紹介させていただきますけど、うん、奈良は昼間すごかったよと。いや奈良昼間だったんですね。そうなんだ。こっち夜やったよね。夜でしたね。そうだね、はいはい、ちょっと自転車に出ていくことがあったのよ。おお、危ない。そう、雨止んでたから行けるかなと思って、もうそれも飛ばされそうやった。あ、それそれそれ、危ない、え、しんちゃんの自転車あったの？あ、今は俺のしんちゃんの自転車俺のしんちゃんの自転車、俺が開けたやつ。あ、そうやった、もらったんだ。そういえば私その日体育祭があって学校の行事で、それでもう台風が迫ってるじゃないですか、だから全然できなくて、もうすごい3時間ぐらい短縮されちゃったんです。すぐ帰らされました。え、どうなんのそういう時って。え、いや振り替え体育祭みたいなのないの？ないないない。別の日に3時間午前中だけで終わりました。本当は3時とか4時ぐらいで終わるはずだったんですけど、電車がなくなっちゃうから。あ、そうやな。ということでね、うん、あの本日もチャッターさんが入ってきていただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。かよねこさん、かよねこさん、こんにちは。こんにちは。はい、そしてコルレオネさん、コルさん、こんにちは。そしてね、始まる前からね、こんにちはとなごみさんも入っていただいております。ありがとうございます。でもね、あの、うん、出入り自由みたいな感じになってるから、はい、バッファって書いてあるから多分接続が悪いのかな。あ、そうなんだ。あ、エスパー伊賀さん、伊賀さんこんにちは。こんにちは。あ、ちょっとなんか接続悪いのかもしれない、ね、すごいね、うん、あのいつも参加してくれてたのぶくろくんとかも生放送で参加できなくなっちゃったんですよとか ね。え、なんでなんでなんで、あの授業が入っちゃったみたいで、そういうのをねわざわざ連絡してくれてすごい嬉しいですね。そうそう、こうなんか授業のなんかカリキュラムの一環としてこうみんなで見たらいいんじゃないいや、でも本当に組み込んじゃう。そう、ね、でもいいことやってるんじゃない、ね、なんかその人間なんとか論みたいな ね、そういう授業があったらさ、そんな人歴史文化みたいな。そういうのってどこに行ったの？教育委員会？多分そうじゃないですか。だから文部省、最近多いね、そういうのね文部省の人見たらいい。企画書、企画書本当に送るからね。こういう時企画書送るから、文部省から、ね、文部省送るから、はい、
アメゴ、はい、ということで、こんにちはこんにちはと、見れないバッファーって、あ、それがね、出入り、うん、あらら、はい、なごみさんいいよ、落ち着いてね、はい、待ってるからで、かやねくさんが、奈良は昼間すごかったよ、台風と、うんうんうん、はい、そしてコルさんもこんにちはと。まあね、台風も過ぎ去って、もう しかしながらも10月にも突入したわけなんですけれども、今日が何、10月の3日。僕ね、昔聞いたんですよ、10月の3日、なんかしんちゃんのお父さんがなんか誕生日らしくて、そうやね、そうだよね、今日だよね、10月3日だよね、よう覚えてるなあの、秀樹さんって言うんですよね、秀樹さん、山本の秀樹さんが、山本秀樹、かっこいい名前なんだけど、かっこいいでしょ、じゃーん、パパじゃん、普段絶対呼ばんけどな、私も知り合いで2人誕生日いる、マジで結構いますね、あのさ、本当、はい、この番組を個人的、はい、じゃあ本当あかんと分かってんねんけど、ちょっと個人的にちょっとやってもいい、うちを会えてない、全然大丈夫です、あ、本当、やった、じゃあちょっと回しといて、はい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 、それはしんちゃんのお父さんに向けてね、なんかお父さんに今メッセージするのかと思ったよねお父さんになんかプレゼントがあるらしくてですね、お父様誕生日おめでとうございます、秀樹さん、はい、すごいね、おーおー、いくつか忘れたわ、いくつか忘れた、おいくつですか、ぜひね、生放送なんでね、ちょっと入っていただいてね、よろしくお願いします、あ、なごみさん入ってきていただきました、ありがとうございます、なごみさんも前から入ってきてくれました、このまま、ね、安定できたらいいなと思って、ね、電波、なんでですかね、電波も本当に台風でなんかややこしくなっちゃったんですかね、なんか今日も東京に天気悪いです、今雨降ってますよ、あのさ、これ、はい、本当個人的にうちのプルプルしてるけど大丈夫、プルプルちょ、うちのおとん見てる、おとん、あんたのためにこれ買ってんで、今日で82歳でしたか、違います、違います、違います、うちが34の時の声から63、おお、みんな一緒に歌ってもらっていい、はい、うち秀樹ね、秀樹、秀樹、はい、せーのハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデー、ディア・ヒデキハッピーバースデー、トゥーユー、お父さん、ありがとう、ありがとう、生まれてくれてる、はい、そして、そしてそして、はい、そう、おとんの誕生日なんですけど、そうですね、違うんよ、これ、違うんですよ、なんよね、お父さんは前振りですよ、嘘だお父さんもそうですよ、おめでとうございます、さあ、誕生日の方がいます、はい実はね、はい、このね、雷調査隊をね、はい、一番最初からね、支えてくださった、はい、プロデューサーさん、はい、お誕生日でもございます、口も止まらないですでもこれね、顔写りをね、するとね、はい、あれかもしれない、ちょっとギリギリのところでプルプルしてるけど大丈夫、待って待って、行きましょうか、じゃあ歌いましょう、あ、歌いましょう、はい、せーの、ハッピーバースデー to you ハッピーバースデー to you ハッピーバースデー dear 田中ピーハッピーバースデー to you おめでとうございます、ありがとうございます、おー、おめでとうございます、どうも皆さんありがとうございます、あのおめでとうとエスパイガさんも、はい、ありがとうございます、あ、かやねくさんもおめでとうございますと、ありがとうございます、これはね、あの後ほどあの田中さん食べてじゃあね、田中さんのね、今年のね、あの抱負をちょっとね、言ってもらおうかしら、ぜひマイク近くにあるんで、マイク向かって今日はカメラについてるんで、あの今日、はい、YouTube の方に雷調査隊の過去のユーストの放送、はい、を200個分アップしました、はい、すげえ、なので、まあこれからまた200個どころか、はい、そうですね、もうどん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 、はい、やっていこうと思うんで、あ、視聴者の皆さんもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、今日はありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ本当にね、こうね、あのこの番組、本当スタート時からずっと一緒にさせてもらって、はい、そうですね、あのやらせていただいてて、うんうん、なんかね、もう番組でしたいなって思ってたんです、うん、お心的に、うん、そう、終わってからの方がいいかなとか思ってんけど、いや、皆さんの前にね、一緒にあのこれからもっと雷をね、はい、うんうん、激しくして、激しく一緒に荒ぶっていただく、ね、そう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 、はい、人は飛んだらあかんっていうことなので、で巻き込んでいきます、巻き込んでいきますんで、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、おめでとうございます、
はい、はい、ということで、あ、エスパイガさん、安定してきたと。お、あ、よかった。じゃあじゃんじゃんね、こう入ってきてくださいね。うん、よろしくお願いいたします。うん、こういうのってなんか原因があるの？バッファバッファって言われてもうちはあんま、何ですか原因は。いや、あんまり、あの機械音痴は機械音痴なんですけど、うん、あの結構労働するときにバッファって出るじゃん、何パーセントって。ああ。そう、スマホとかだとバッファ何パーセントって、そう、それで結構今バッファ中とか言うよね。あ、そうなんや。そうそう、にシャラムコーダさんも入っていただきました。こんにちは。シャラムコーダさん、ありがとうございます。はい、ということなんでね、うん、ぜひともあのゲストさんも入っていただいております。どうもありがとうございます。じゃん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 、あのチャットに入ってきていただいた方が楽しく盛り上がれると思いますので、はい、海野さん、こちらこそ皆様よろしくと、よろしくお願いいたします。シャラムコーダさん、こんにちはと、うん、こんにちは。嬉しいな。まあさ、それにしてもさ、まあ、しんちゃんは本当粋なことするよね、毎回毎回。なんで、ね、なんかさ、そういうお誕生日の時とかさ、やっぱ必ず覚えててさ、その僕もね、本番中に何度か何度泣かされたことか。ないと思う。何何これ、めっちゃムカつく。何これ。いや、なんかね、ほら本番中に覚えてくださってね、焼酎とかさ、あとなんかお店紹介してる際はさ、ちゃんとお店の人に言ってお店のね、方からもシャンパンいただいたりとかさ、本当に皆さんのご協力もあって、素晴らしいですよ。昔からそういうの好きなんですか、やっぱり。でも、かいや、あんまり、あ、いや、あんまりって言っちゃあれやけど、はい、なんかね、結構やってたんですか。楽しいやん。うん、ね、素敵やん。自分も楽しいし。いや、いや、そうだ、そういうサプライズ精神ってやっぱ、ね、いくつになってもね、大事だと思いますね、本当にね。そうそう、はい、子供から抜けきらないピーターパンなんで。いいじゃないですか。いい方のピーターパン。頑張ります。はい、はい、ということで、さあ、ということで本題に行きたいと思います。行きましょう。はい、冒頭でもお伝えしましたが、うん、この番組は、東京の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。はい、はい、そして水曜日はですね、世の中に広がるさまざまな疑問や疑問に思っている言葉などを追求して、その中で、人歴史文化に携わっていこうというね、教養番組でございます。はい、はい、毎週ね、我々隊員が、気がついたこと、周りにね、あの思っていることをね、こう出して、で議題を出して、そこで1時間討論していこうというね、感じなんですけれども、うん、ね、皆さんね、何か気になっていることとかございますか。はい、あります。考えましたか。ちょっとだけいいですか。はい、星子さん、はい、星子さん、こんにちは。こんにちは、と、ありがとうございます。なごみさんがね、まだゼロ見れない。まだバッファなんですか。バッファ、バッファ、バッファ。そう、結構スマホからだとコメントをかけるけど、映像がバッファ中で見れなかったりするっていうこともあるんだよね。全然俺見れますよ。ね、あ、そうなんだ。スペックの問題。多分な、なごみさんめっちゃずっとチャレンジしてくださってる、はい、嬉しいです。あと5分ぐらいで多分あれすると思いますよ。そ、何判断。何判断。何情報なの。じゃ、気持ちって大事じゃないですか。あ、気持ちが、ね、思いが通じるのが、そう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 、なんかね。ぜひともね、うん、あの、なごみさんにも届けれるように電波送るんで、うん、よろしくお願いいたします。はい、で、ごめんなさいね、はい、ちゃった、うん、じゃあそれぞれね、あの、はい、さんね、気になってることを、見つけてきました。来ました。来ましたよね。はい。はい、なので、じゃあ、高橋みなたんから、出していただきましょう。はい。こちらですね。よかった。なごみさんが来たって言ってたんですけど、あの、紳士ってっていう題名なんですけど。神になってる。それ何？右手何？あ、ちょっと間違えちゃったんです。神。なんかお審査に言われたくないですよ。うちよね。お審査に言われたくないよ。たまたまね、じゃあ本番前にね、あの、なんかみなっちがこのね、ボードをこう、うろうろしてて、うろうろしてて、何これって。え、紳士ですって言って。これ漢字違うよねって。そう。で、言われるのに気づかなかった。いや。難しい。顔真っ赤になって。僕、高一の時とかも全然書きましたよね、紳士。違う。自慢することではない。まあ、そう、紳士ってなんだろうなって思っただけ。なんで紳士ってなんだろうなっていうふうに。本物になってスタンプ書いてる。なんか、わかんないからですね。なんかその、なんだ、だから何なんだろう。紳士って言葉を聞くけど、紳士が何なのっていうこと。そう。なんか、ただ優しいのが紳士なのかなとか。あ、はいはいはい、あ、そういうことね。レディーファーストとかもね、紳士なのかセクハラなのかとかもあるよね。男性目線と女性目線で違うかもね。そう紳士っていうそのものもね。はい、うん、あ、でもね、いいです ね、 いいね。俺も未だに紳士っていう言葉が分かりません。
なんかね、紳士、うん、なんか紳士、なんかね、紳士でなんかいろいろやるっちゃ、うん、なんか絶対下心があんのかなと俺思っちゃう、見ててね、肌からね。あ、うん、あ、はい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 、そう、なんかその辺も含めて、はい、まあ、よくわからないので、やっぱこれから私も、私も、ね、あ、大人の女性にね、なっていく中でね、はい、そう、紳士とは何ぞやっていうのをね、討論したいってことですか。そうです、はい、さすが隊長、そうですね、はい、はい、じゃあ次どうぞ。はい、針ヶ谷さん、はい、じゃん快適な寝起きの方法、ほう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 、ちょっと地味に季節の変わり目っていうのもあるけど、うん、こう疲れが取れなかったりして朝の寝起きがどんどん大変になってきたりとか、うん、あとこれから寒くなるにつれてなかなか起きれなかったりとかする中で、うん、いい寝起きの方法を知りたいなって思いました。あ、それをみんなに討論しようと。そう、ストレス解消法とか寝つきのことはやったじゃん、うん、でも結構大事なのって寝起きじゃないっていうのもあって、パッて起きれないと辛いじゃない。確かに、そのいい方法ないのかなと思ってです。あ、面白い、いいと思う。なごみさん、紳士イコール青山ね、でも紳士服って言うじゃない、男の人の服のこと、はい、男性らしいでも紳士なのかなとか。そうなんですよ、なんか服とかもスーツ着てれば紳士なのかなとか、ね、しちゃうんですよね。本当ですか。いや、わかんない、なんかあったのだからこそみんなのね、皆さんの意見も聞いてやっていきたいなということですね、はいはい、そして、じゃあ、おしん、これちょっとね、皆さんに問いたいというか、ちょっと聞きたいなという個人的な意見でございます。ドン、皆さん、占いを信じますか？信じません。はい。なんで？なんか俺はあんまりそういう神的なことはあんまり信じないんですね、昔から。おお。なんかね、よくね、いや、家に仏壇があって手は合わせてたんですけど、うんうんうん、でもなんかすごい半信半疑で手を合わせて、まあでもいただきますとかちゃんとパッとするよ。うん、うん、うん、するけどさ。うん、まあ神ね、まあ占いもそうじゃないですか、神がかりなことじゃない、うんうん、やれなんか星占いとかさ、動物占いとか、ね、何が動物占いだろう信じないくせにでもやるかも。ああ、やっちゃう、うん、やるやる。そう、なんか最初ね、なんかね、めっちゃ壮大なテーマでいこうかなと思って、お、あの、運命は信じますかにしようと思って、ほんと、じゃあ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 、そう、なんだろう、いろいろ出てきて、運命と宿命ってどう違いますか？あ、ね、ある人が言ってたんですよ、運命は変えられるけど宿命は変えれないっていう風に言う人がいますね。そう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 、だからなんかちょっとね、そういうのから文字ってもうちょっとフランクにね、はい、なんかどうなんやろって。今結構おしんこういうの大好きやからさ、あ、占いそう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 、感化されんねん、すぐすぐすぐ、もう感化されんねん、一瞬一瞬この日いいことありますって言われたら一日開ける開ける、へえ、何も起こらんけどなそうですよね、なんか普通にね、ご飯食べれるっていうことが本当にいいことなんですよ。そうなんですね、ね、うん、何事もなくさ、うん、まあ平凡が一番いいのかもね。そうです、わかんないけどな、はい、ということで、まあ推しはね、ちょっとこういう感じで、はい、占いを信じますかということで、はい、はい、あ、ちょっと先に、はい、お願いします、させていただきます、うん、星子さん、うん、僕は昨日9時半に寝たので、うん、すっきり起きれましたと。早寝しちゃえばいいんですよ。早寝しても起きれない低血圧なんじゃないですか。うん、普通らしい。あれやろ、でも太陽光に浴びるといいんでしょ、やっぱり、うん、ね、この前もね、そういう話してたよ、うん、人間はね、太陽に浴びるとダメらしいんですよ。じゃあもう、いいかな、それで、ね、え結論結論なごみさん、皆さん、私は今日はお休みですと。お仕事があってお仕事が、うんうんうん、いいことですね。話変わりますが、皆さんは都市緑化フェア行きました？なんすかそれ、都市緑化緑化で合ってる、都市緑化フェア行きました？何、あの、ツタとかいっぱいあるところ、わかんない、観葉植物とかそういう系かもね。都市緑化フェアやってて行こうかなって、なごみさん苗とか売ってるのかな、なんか調査したいね、そこも ね、 なんかね、面白そう。占いか、飼い主さん、占いか、勝手に思い込んで楽しむかも。あ、私もそれですね、楽しむのはいいですよね、はい、ということで、じゃあ最後、はい、隊長、テーマをお願いします。これですね、じゃん、ドン、就職活動について。あれ、全部嫌がってるの、何が、何が、なんで漢字で書かないの。ごめん、ちょっとあれした、守った、守りに入った守りに入った、真摯に変わった、すごい。あの、でもまあいいテーマよね。まあ、そう、うん、あの、就職活動
まあ、言ったってさ、まあ、我々は、まあ、そういう、ね、ある企業とかに勤めてないわけじゃないですか、うん、企業とかさ、いろんな会社とかには勤めてはいないじゃないですか、うん、まあ、しんちゃんとかは昔ね、あの昔利用者やってたからさ、うんうん、でね、そうそう、まあ、利用者には分かりません、利用者については分かんないんですけど、まあ、例えを言いますと、あの学生さん、はい、大学生の方がすごい、まあ、僕のこれ勝手な僕のイメージで本当にね、うん、もしかしたら違うという方もいらっしゃると思いますけれども、うん、これもう本当僕のね勝手なイメージですよ、うん、はい、まあ、大学生、まあ、4年間、うん、まあ、皆さん遊びますよね、まあ、勉強もすると思いますけど、ね、うん、僕はもう遊ぶっていうイメージがあるんですよ、うん、僕行ったことないからね、そんながって言えないけど、うんうん、で皆さんもなんかもうチャラチャラしてさ、チャラついてるわけじゃない、イメージチャラしてさ、うん、ね、でいざ大学3年生の夏ぐらいになってもう就職活動スタートしますよ皆さん、うん、そしたらもうそのチャラついたやつをピタッと止めてさ、髪の毛を真っ黒に染めて、そうですね、短く切って、スーツでめかし込んで、はい、して就職活動行って面接をして、なんかベラ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 自分のなんかね、この会社ねどう思うかとか言うわけでしょ、イメージですよ、イメージですよ、イメージですよ、それでさ、なんかね、入った入りました途端にまた浮かれるんでしょ、あ、まあ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 、ね、イメージですよ、これ勘違いされたら大変なことになるね、うん、そうそうそう、イメージイメージ、まあさ、以前も話したみたいに討論したじゃないですか、個性ってなんだっていう、あ、なんそれと似てるんですよ、うんうん、僕はね、もうね、そのね、まあ大学生のそのまんま今の考えてることと、あとはね、本当に髪の毛もうそのまんまでスーツ着て行ってほしいんですよ、就職活動で、でなんかこの会社にね、なんかいろいろね、このこれから日本についてどうたらこうたらって多分ね喋らせると思います、企業にね、企業、ある企業ではなんかこれから日本どうしたいかっていう質問もあったらしいんですよね、そこでなんかいろいろね、なんかね、なんか上辺だけのことじゃなくって、もっと自分のことまでそう言ってほしいんですね、これね、就職、それこのあくまでこれ就職活動に例えてるわけですよ、うんうん、あ、でもいいと思う、うん、星子さんがね、忙しい学部なのであまり遊べてないですと、あ、そうですね、イメージだから、イメージですね、そうね、だからでもさ、もう本当街とか歩いてると夜すごいですよ、大学生がもう本当ふんぞり返ってさ、ふんぞり返ってすごいな、そう、でも分かる分かる、まあ一部ですよ、一部、それは一部かもしんないんですよ、うんうん、でもなんかもう本当飲み屋でなんか飲み会かなんかしないとかいろいろあるじゃないですか、やっぱ成人式とかもさ、うん、もう、まあ、大学生の年代でしょ、うん、ね、20歳って、うん、で見るとね、なんかちょっとパーン、年々ちょっと引いていくよね、あのテレビで中継とかされてるのも、うん、ちょっとね、ああみたいな、なんかそのね、例えばじゃあ大学、あの成人式でいろんな格好するのは俺は別に全然構わないんですよ、うん、ね、やっぱ1年、あの一生に1回じゃないですか、成人式なんて、うん、といろいろね、もうね、色髪飾りとかいろいろ知っていいと思うんですけれども、うん、まあ本当に大丈夫なのかなって俺は思っちゃうわけです ね、まあ、僕が言うのもなんだけどね、逆に言えばそのチャラチャラが悪いことなわけではなく、ではない、それを自分がこう価値観だったりでやってるものを堂々としろよっていうところですよね、そう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 、ポリシーだったらそれを、ね、ね、全部塗りつぶして就活生ですみたいなところに疑問を感じてるっていうことですよね、そうですね、うん、あ、でも面白いね、めっちゃうちちょっと興味あるすごく、はい、あ、さっきのね、都市緑カフェアの話でね、はい、お花のイベントですと、お花ね、はい、緑の募金からなる、盛大な花のイベントですと、日比谷公園とかでやってますと、うん、群馬の時は私は火力ガイドとして勤めてました、すげえな、海力さん、ハメ外したがるのかな学生って、いいですよ、ハメ外しても、うん、うん、ハメ外して、俺ね、あとこれもあとね、学生時代さ、例えばじゃあ服装検査っていうのがあります、うん、あ、うん、あるね、頭髪とかもある、そうそう、その時になったらさ、特に女子の方々がさ一斉にね、トイレに並ぶのよで、スカートを下ろして、ね、あ、やってたね、髪の毛をなんかもうスーッとスプレーかなんかでして、うん、もうピアスも外してさ、うん、何、先生たちも先生たちですよ、なんでそんなさ、いつもさ、そうやってね、見てるじゃないですか、うん、生徒のことはさ、うん、ね、この子は結構スカート短いとか分かるわけじゃないですか、うん、でその時すごいスカート長くしてさ、はい合格とかで、ふざけんなと思って、ね、チェックを変えてくればいいのか、ね、うん、とこね、
もう今ね、隊長が熱く言っていただいておりますが、あのコルさんが入ってきていただきました。コルさん、コルレオネさん、ありがとうございます。なごみさんが分かる、笑い、ね、分かります言っていただいております。そう、ということでね、テーマをね、絞ってちょっとがっつり話したいなと思いまして。気になる。そうそうそう、くまちゃんの方がいいな。このままいいんじゃない、いきますか。もうね、うん、ひらがなのことが本当に残念でならないよね。水だ。これね、ちょっとね、何にしようかな。僕ね、まあ就職活動いろいろあるよね。ついてっていうふうに書いたんですけれども、見えとか。なんだろうね。イメージなんでしょうね。なんかそのテーマ新しくちょっと変えたいな。変えて変えたいの。うん、いや、あの、あ、そう、そういう話の、うん、そうそうそう、テーマね。コルさんがごめんなさい落ちましたで、全然全然ありがとうございます。また復活していただいて。着飾るとか人のイメージとか。でもそうやんね。それこそ本当個性ってものやもんね。何を困った。もっと前に考えて。なごみさんが心得とか。心得。構え、構え、構え。山さん、構えと心得は全然違いますが。あれ、どんぐりだよ、どんぐり。びっくりした、びっくりしたわ。構え、構え、うん、身構え、時と場合による身構え。いや、違うな。何にしよう。こだわりすぎじゃない。今になって。でもなんか分かるよ、ニュアンス的な部分とか。おしん、普通にさ、パッとこれだけ見てね、隊長のテーマを聞く前に、はい、就活自体がなんか、うん、あんまいい思い出やっぱなかったの、はいはいはい、だからそっちのことばっか思い描いてたからさ、うん、その服装とかって、いや、リビアの業界って結構さ、やっぱ個性出す職業だから、あ、まあそうですね、おしゃれだな、結構何でもありだったりするんですけど、ね、あっちはね、結構ね、キャラで NG が多かった。キャラで NG？ そうそうそう、普通に。そういうの撮ってくんないですか？撮ってくれなかった。でもね、しんちゃん、そのキャラで面接したわけでしょ？そう、普通に、うん、あの、なんか、よろしくお願いしますみたいな感じで普通に言ったの、うん、このまんまよ、うんうん、まあ、丁寧にはなるやんか、うんうん、やけど、なんかね、1個目が受かったってなって、うん、やったーとか思って、そこ行きますとか言ってたら、なんか1ヶ月間のたらい回しみたいにされて、はい、なんか違うところも受けろよ受けろよみたいな感じで受けて、やっぱり最初のところでって戻った瞬間、なんか、あ、すいませんけどみたいな感じになって、なんか NG になって。そうそう、でもそれはね、偉いと思う。そのまんまのしんちゃんのキャラを押し通したわけでしょ。なんか何も作らんと、取り繕わんと。作れ、もうね、作れないよね。取り繕うとかにしちゃう。あ、取り繕う、うん、ちょっと取り繕らんかった。違うらしい、うん、でもそれでもね、そうやってね、取ってくれた会社さんはね、俺はこの会社さんをすごいね、あれしたいですね。本当ありがたいです、うん、あ、めいめいめいさん、めいめいめいさん、めいめいめいさん、1970さん、はい、これめいめいめいで大丈夫ですか？決めましてですかね。めいめいめい、前にいらっしゃいました。みーみーとかめいめいめいとか、そうそう、ね、めいめいじゃないのこれ。みーさん、みー、いや、めいめいめいやってめいめい、え、みー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 、あの、こうよみたいな打ち込んでくださいね。前も言ってくれた気がするけどね。そうなかったんですかね、じゃあ。いや、いたよ。すいません。ということで、まあまあ、どうする、就職活動、ここから進んでない。まあ、とりあえずはこの就職活動について、うん、で、ニュアンス的には多分伝わってると思う。これを討論していく中で、テーマを変えて、あ、このテーマじゃないっていうふうにさ、あ、なんか最終的にテーマを見つけていくのもいいよね。そう、見つけていこうっていう、そういう番組でございます。そういう番組で、はい、まあ、逆パターンってことですね、今日は。はい、ということで、はい、本日のテーマはこれでいいですね。はい、はい、今日は就職活動について、はい、を1時間討論、はい、1時間30分ですね、討論していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あの、皆さんもね、就職活動経験されたことある方ない方、今その時だっていう方もね、はい、いておられると思うんですけど、うんうんうん、まあ、今の話をね、聞いた上で皆さんが就職活動の時にどうしていってたかとか。でもやっぱ周りの子は、大学生の子とかはやっぱり髪を切ったりするし、でしょ、で、髪を切りたくないっていう子は就職してない、うん、ああ、就職活動をしてない。髪を切る、そう、男の人は大体もうさ、リクルートカットっていう、もう耳は出さないとダメだとかやったから、耳、眉、
そう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 、耳眉そうでしょ、そうやってその時だけは切るんですよ。そうです、会社に入ってさ伸びてる人も結構いますよ。まあね、うん、仕事できさえすれば何でもありなのかな。なごみさん、本当に採用者の気分によっても、採用違いますよね。採用者の気分によっても、採用者の方の気分によってもってことですか。それはありやろうね。あとさ、俺ねよくねツイッターとかで、うん、まあよく女子大生の、まあ、あるね昔あの一緒にお仕事してたじゃないですか、女子大生のサークルの何人かが、まあ、ツイッターフォローしてるんですけども、うんうん、すごいね遊んでるな。いつらそこ関係あった。いろいろね、マンゴービールとかの、ね、そう印税入ってきたんじゃん。あ、印税入ってきた。こいつらどっから金もそんな湧き出てくるのかな。今日ね海外旅行に行ってきますとかさ、すげえなと思って。なんかね、でなんか、あ、就職決まらないみたいなさ、こんなのつぶやいてんの当たり前じゃんと思って。はい、グドウやろ、ざまあ見やがれってことやね、今の発言。そう、なんかやばい、ウケる、髪の毛黒くなっちゃったウケるとかさ、そっちはちょっとつぶやいてるわけですよ。でもそんなチャラチャラ遊んでても髪の毛黒くしたりとか、そういうのはしてるってことですね。してるんですよ、うん、してて。でもさ、それすら髪の毛をさ、その就職活動の時にこう髪の毛黒にするとか、なんていうの、整えるっていうことをすることをちゃんとこう自分で自覚っていうかさ、そうしようと思ってやってるんだったら OK ってことでしょ。なんかあかんの、うん、それでも多分そこが違うんでしょ。なんかね、そう、それが嫌なの。まあまあ、それはね、しますよ、黒くしてね。だって仕事ね、仕事、例えば会社、これからね、その人が一生ね費やす会社にね、うん、行くわけじゃん、黒くして、はいはい、ね、あの切って、うん、ね、でしっかりピタッとやって、いや、もうそっからね、それを貫いてくれ、だったら。そうだね、だって入っちゃえばどうでもいいなら、うん、そう、入っちゃえばどうでもいいっていう精神、うん、ダメ、これは、うんうん、私がやってるみたいになっちゃった。まあそれね、どっちかや、どっちか。だからその黒くして、そこからもうちゃんとしっかりね、ピーってもう一生それをね、行くのか貫くのか、それかもう大学生のまんまね、このまま行って、その受かってそのまま貫くのか、それはそれで全然中途半端なんですよ。でも貫くのって難しいと思うんですよ、うん、意外となかなかできないと思います。まあ社会に入るとね、うん、まあやっぱ環境が変わればね、いろいろ、うん、そのやっぱ就職することによってお金、自分で働いた分でお金っていうのは稼げるじゃないですか。そうですね。じゃあすなわちそのお金ってやっぱ自分が使いたいものに使うじゃないですか、うんうん、でそれは美容であったり髪型であったり、うん、あの大丈夫ですか。大丈夫ですか。ほらめいです。ほらめいめいめいさん、ほらめいめいね、ありがとうございます。なごみさんがね、結局は偽装してもいずれボロが、そう、偽装してもいずれボロが出るんですよ、うん、何でもそうですよ、食品でもそうじゃないですか、偽装したら元、ね、ボロが出ちゃうんですよ、うん、悪いことしちゃ絶対ボロ悪いこと、それが悪いことか分かんないんですけどもね、悪いことしたら何かしらボロが出てくるわけなんですよ、はい、でも、うん、あの就活をするっていう、さっきしんちゃんが言ってたのもちょっと意気込みとかもそうだけど、そのちゃんとしなければならない時にすらちゃんとできないような人はダメっていう点では、うん、その時しっかり黒くできて髪の毛も切れてっていうのはいいことなのかなとは思うけど、ただそれで例えば戻ったとするじゃない、うんうんうん、でやってるうちに絶対、例えば営業とかでも茶髪金髪髪の長い人が来て、うん、なんかいい感じがするかって言ったら、なんか軽そうだな、うん、この人の持ってくるもの大丈夫かなって思ったりしそうじゃない、確かに私だったら多分するんだ、うん、そういう意味で絶対自分がやりづらくなるから、そこで気づいて自分が社会人として自分がやりやすいようにっていう意味だけでもいいから、うん、ちゃんと直せる人はいいんじゃないって思うけど、うん、確かに。でもやっぱいいこと言う、結局、人って最初はその人の見た目しか見ないじゃないですか、うん、一面しか見ないから、ね、やっぱり見た目ってすごい大事になってくるんだと思います。確かに、うん、ここで、タラちゃんが入っていただきました、はい、タラコスパゲッティさん、こんにちは。こんにちは。はい、まあでもそうやね、うん、仮にさ、クマちゃんが言うように、じゃあみんながみんなさ、金髪でわーわー、そのなんていうの、うん、自分の思うスタイルで行こうってなったらさ、もう大変になると思うよ。多分ね、どこも取ってくんないと思う。そう、
しかも就活に限らずそれってさ、やっぱその生きる社会の中でさ、小学校、中学校、高校、大学もう全部そうやけどさ、じゃあ義務教育の中で俺は勉強は面白くないと思ってんだみたいなやつがさ、みんなおったらみんなもう一回聞きたい、もう一回俺は勉強なんてくだらないと思ってんだよみたいなやつが触れてみ、大変よ、勉強なんて社会の悪だっつって、あっそうそうそう、ふざけんな成功みたいな言ってたらさ、もう大変よ。それはね、それはそうですよ、ね、なんかでもその子にとってはそれがポリシーなのかもしれへんやんか、それが正義です、その人、そう、その人が正義かもしれんけど、それをみんながするとやっぱさ秩序っていう、そう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 、だからすごいね、難しい、うん、でも少なからず多分ここにいるメンバーっていうか、そのやっぱこういう役者業であったタレント業をこう頑張ってる人たちにすると、なんかしらやっぱそういうのってネックになってたりとかはあるとは思うんだ。だから結構自己表現ができる世界にいてる気はするんやけど、なんか私はそのいろいろなんかそういう人たちを見て、まあちょっと悪い言い方すると、まあ自分には関係ないし自分の人生ではないので、まあその人の個性だったり、まあ、金髪だったりっていうのは否定する必要はないと思うんですよね。うんうん、あ、別にその人俺はね関係ないしってことでしょ。そう、関係ないのででもね、でもね、僕ねこれは何なんでしょうね、すごく本当にこの時期になると思うんですよ、うん、本音と建前ってやつ、ね、ごめんね、ちょっとだけごめんね、あのタラちゃんがありがとうございます、隊長お久しぶりです、遅れてすいません、学校から今帰ってきたんですよ、あ、おかえり、はい、あ、めいめいが、めいめいさんがね、見た目は大事大事と、星子さん、チャラい人はどんなに清掃してもチャラいオーラがすごい出てるでも就活を続けていくにつれてどんどんこう友達とかもこうしっかりしてる感じになってきた、なってくるよね、見た目かとかじゃなくてオーラ、ね、表情とか、なんか何なんでしょうね、なんか大学生に対して、まあ、全員が全員そうじゃないかもしれないですけど、なんか変なイメージを僕は持ちすぎなのかもしれないな、いけないなこの思い、どうしたなんかちょっと恋煩いみたいな感じやってもらっていい、そうそう、一回ね僕のいとこが、まあ、某大学に行ってたんですよ、うんうんうん、で、まあそのなんかちょっと案内するよって言われて、うん、結構なんかいい大学なんですね、そこ、はいはいはい、あ、大学なりを案内する、そうそう、なんか案内するよって言われて、うんうん、おなんか優しいじゃんみたいなでなんか僕いつもの格好でさ、こう大学のもうかぶって、うん、でなんか先輩たちを紹介するねって言われて、で先輩たち、あどうもって言ったら、もう本当にすごいすごいよ本当に、もうなんか先輩ですみたいな、そうそう、学食みたいなところでさ、みんなそうふんぞり返ってさ、こうやってスリッパとか漫画本読んでんのよ、わかる、いるよ、ではどうも、あ、はじめましてっていう風に僕言うじゃん、うんうん、もう最初はやっぱ敬語ですよ、そうね、年下ですよ皆さん、年下だけど僕はもう本当全然、あ、よろしくお願いします、うん、いとこです、知恵のいとこですっていう、うん、知恵って言うんだけど、あ、知恵ちゃんちょっとあ、お疲れとか言って、お疲れそうそう、わかるわかる、え、何やってる人って言われて、まあこういうことやってますよ、あ、だからこういうこんな赤い靴を履いてんだ、あはは、ウケるとか言われて、あはは、俺は全然、俺は全然ウケんけどなと思ってお前たちの格好がウケるぞと思ってでもすごい思うのが、さっきもちょっと言ったけど、本音と建前ってさ、大体本音って身内とかには見せる、うん、けど建前はこう初対面だったりとかあんま仲良くない人には建前じゃない、うんうん、で大学内に入ってその先輩になるぐらい大学にいると大学がホームになってこういうのが出るわけじゃん、あ、そっかで就活の時はめっちゃ建前になるわけ、そうでしょ、 お疲れ様ですとか言うじゃん、すごい疑問に思うんですけど、うん、大学生って大人なんですか、子供なんですか、大人ですよ、大人ですか、じゃあ許されないことですね、そうですよ、あー、いいね、なごみさんがね教えていただいております、外見で9割らしいですよ面接は、うん、あ、はい、星子さんだから、人事の人にはバレてるんじゃないかなと、うん、あのチャラい人はどんな清掃してもチャラいオーラが出てるっていうことに対してね、カイネクさん、いくら見た目を整えても面接で人格バレると思いますね、そうですよ、だからね、その人たち、俺結構3年前だったんですよ、3年前の話なんですけど、もうその人たちは今どうなってるか分かりません、もしかしたら就職してね普通の企業に勤めてるかもしれない、確かに、うん、絶対でも中に落ちたやついるからね、バンバン落ちて今何してるか分かんないですけど絶対いるからね、俺もう本当は俺言えるもん、
恨みがすごい。いやいや、すごい怖い。そんなね、初対面で敬語も使えない人で、ね、なんかすごい、なんか何これからのね、社会を、結構いい大学ですよ。ね、もう本当いろんな企業とかにもね、すごい、あの、卒業生とか行ってるような大学で、だからそういう、なんかすごい残念でした、僕は。うん。確かにそうだな。そういう人たちがね、まあもう就職活動の時、どうしたのかなって、俺はすごい気になりますね。うん、呼びたいね。ね、みんなビデオ撮って配ったらいいのにね、うん、あなたが入った時はこんなんでしたよみたいな、この意気込みはどこ行ったんですかみたいな。そう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 、タラちゃんがさっきのね、みなちが大学生は大人なんですかって言って、大人だと思うって。かいなきさん、何のために大学に行くかですよね。研究なのか遊ぶためなのか。なのみさん、でも本当に勉強したくても落ちてる人もいる。そう、うち逆にだからさ、なんかそういうのは悔しいよね。悔しい。本当にめちゃくちゃ真面目に本当に頑張ろうって言ってやってる人がこうね、うん、私も実はその、まだ高1ですけど、卒業したら大学に行くか、うん、就職するか。待って、ちょっと待って、ちょっとおかしくない今の。今、うちちょっとおかしいと思って。わかんないです。でも、大学行こうかすごい迷ってて、多分行かないですけど。でもなんか先生は行った方がいいよ、楽しいよって。そうそう、そうでしょ。楽しいじゃない。あのね、先生は言うんですよ。楽しいがわからないんです。そう、楽しい。俺も言われたもん、楽しいよって。大学は楽しいよって言われて。いや、俺は別にそんなに、ね、まあ、まあ、このね、科目が好きでそれを追求したいから大学に行くっていうのじゃなかったから、うん、だから大学に行かなかったんですけど、だからね、楽しいって何なんですかね。大学で勉強することでしょ。でもその大体みんなその自分たちで授業を組めるから遊ぶ時間をいっぱい作ったりとか、うん、2年3年ぐらいになって遊んだりとかするじゃない、うんうん、でその無駄な時間っていい意味でね、あの無駄な時間を過ごしてほしいっていう風にあの大人たちに言われたことがあったんだ。そのだってそのまま就職したりしてもそうだし、その何もしなくていいっていうわけじゃないけど、そう、分かる、うん、大学特有のあの時間の流れに入れるのは大学生でしかありえないから。まあそうやね、そうやね。それは一つの経験として味わってくださいっていう。その時間をどう過ごすかは自分次第だけど、うん、その遊びまくってたその日々とかも、それがこうつながりだったり糧になったりするんだったら全然いいと思って、まあすごいね、友人とかいっぱい増えそうですよね、大学に行ったら、ね、そういうのはすごいね、つながりみたいなのはね、大きい財産だと思いますよ、うんうん、めいめいめいさんがね、人が好きなら全て伝わる、甘いかなって。いや、甘くないですよ、ね、甘くない、人が好きなら、人が好きなら全て伝わるって、うん、甘いかな。全然大丈夫よね、うん、うん、大丈夫よ。え、針ヶ谷さんで大学に行ってたんですか。行ってないですね。あの大学じゃなくて専門学校にちょろっとだけに行って、すぐ辞めちゃったんですけど。そうなんだ。ちなみに何の専門学校に行かれた。保育の専門学校、ああそうだったんだ。もう自分が子供で自分が育てられたいぐらいの感じなんですけど。針ヶ谷さん大人ですよ。本当ですか。どうしたん急に。今まで過去にないのに。ちょっとびっくりした。いや、僕は針ヶ谷さん一番大人だと思いますけど。はい、かいねくさん、勉強することに楽しみを覚えました。研究とか、うん、そういう、なんかね、あの大学行って本当何を手にするかというか、そこで見つけるっていうのも素晴らしいね。ね、そう思います。なんか、そういう先生もいましたよ。大学でまず行って、うん、やりたいことを見つけなさいっていうふうに言われて、いや僕ありますんで行きませんっていうふうに。あの全然、だからね、素晴らしいと思う。大学行った後に専門学校行って、結局今全然違うことやってる子とかもいるし、さまざまですかね、さまざま。結局はタラちゃんがね、うち高1だけど大学行った方がいいのかわからないって。あ、コルさんがね、あのみなちのことで、女優の道は劇団とかって。うちも就職しようとか、普通にこの業界やめんねよとか。いや違いますよ、違いますよ、やっぱりわからないです。ちょっといろいろまだ思春期の悩みとね、未来はわからないっていうところの不安ね。もう大学とかまあそのうち、タラちゃんがね、タラちゃんに、なごみさんが、タラコさんって、自分がその科目を磨きたいなら行った方がいいよって。うん、うん、
本当でもおしんはなんか大学行って仮に専門学校行って全然仕事に就きましたっていうのが絶対うちは悪くないと思う、うん、だからすごくそれは意味あることやし、うん、でも結果意味あることにつなげるかどうかはその人次第やと思うから、うん、なんか、うん、ね、私なんかはもう迷ってるのに専門学校に行っちゃったから、うん、結局続かなくてやめちゃったのね、うん、資格だけでも取っとけばよかったかなっていうのはすごい考えた上でもやっぱりダメだと思ってやめちゃったんだけど、うん、その迷ってる状態で専門って決めちゃうと辛いところもあるよなっていうのを思った。だから大学に行った後に専門に行くのは改めてそれを学びたいって自らが思ったからこそ行ってるわけじゃない。そういう違いはすごくあると思う。いろいろ考えるところはありますけど、幅があるよね、まあ、最初のね、その就職活動についてというトークテーマでさせていただいておりますが、その個性っていうか、でも変わるものは仕方なくない？変わるものっていうのは何でしょう？その環境でやっぱ人間って変わると思う。あー、変わりますかね。それが流されるっていうこともあるかもしれんけど、なんかやっぱ環境が変わったらその人の人格もか、人格っていうか、なんかそういうのも仕事に対する感覚が変わるかもね。アルバイトと就職正社員は違うってやっぱ思ってる子は多いとは思うんだ、うん、バイトだから済まされてたことが就職したら済まされないって多分その考えも嫌でしょ。違うな、ね、アルバイトでもね、うん、やっぱりねもうプロなんですよ。アルバイト、まあね、お金をもらうわけなんですよ、うん、俺はもうお金をもらってる以上はアルバイトだろうがね、そういうね就職してようが俺はもうね一緒だと思うんですね、うん、うん、その中でお金、ただその俺ね肩書きだと思うんですよね。ただ肩書きが違うだけで、うん、やってることは一緒ですよ、うん、ね、俺アルバイトだから、お客さん側だと分かんないもんね、そんなのね。そう俺アルバイトからこうとかじゃないよ、就職したからこうとかじゃなくて、もう本当お金をもらってることがもうね、うん、プロなんですよ、うん、でも多いと思う正直、うん、多い、そのニュアンス的なものの価値観の違いっていうか、うん、なんかいやバイトだからこれぐらいでいいでしょっていう人ってやっぱりね、たくさん、何を出し惜しみしてんのかと思うけどね。そうそう私仕事に関してはアルバイトだからとかはあんま思わないけど、うん、ただ見た目はあの正社員だったらもっとちゃんとこうさ就活とかもちゃんとやっていかなきゃかなって思うけど、うん、逆にこう真面目な人だと思われててちょっとふざけた部分を出した時にえって思われるのが怖いから、うん、逆にチャラチャラしてるなこいつって思われてから仕事できるじゃんの方が自分がやりやすいと思うから、結構茶髪とかで面接受けに行きたい派なのね。ああ、そう。でも見えるよね、面接とか電話応対とかでめっちゃチャラチャラしてるギャルみたいな子がおったの、うん、あの前働いてたところに、うんうん、その子はさずっと口開いてんのよ出勤して、女の子やで、女の子やねんけど普通にさこう棚みたいなところがあって入って2日目よ。そう、ほんでびっくりしてあんた口もうそっからもういつも言うようにして、うん、あんた口、肘って言って、でんじゃもうだんだん治ってきて、でも性格はも本来持ってる、その子がのほほんとしてる、こうなっただっけ？そうこれがこんなでもめちゃくちゃ気遣いができる子やったし、人が困ってたらなんかあ一緒にやりますよとか、いい子ですね、すごいいい子、うん、でも口は開いてる、口は開いてる、口開けながらこうやってやんね、そう喋ってたら普通に口開いてるからそう個人的には全然見た目とかはさ、うん、いいなって思うけど、逆にその就活とかもそうだけど、もったいないな、こんなにできるのに、うん、こんなにいい子なのにっていう、そう世間一般の目ってこうじゃんっていうのを分かってる上で見るともったいないなって思うことが結構あるかもしれない、うん、確かにそうよね。あめめめさんもね、アルバイトはプロ、そう思うって、プロね、ありがとうございます。お、ニックベッドさんですかね、ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひともこう呼んでみたいな書き込んでいただけると嬉しいです。海楽、はい、さん、ギリギリまで進路って悩んだかも、大学生になっても自分の選んだ道に迷いが出てきたりとかもあるかと思いますねと。なごみさん、就職氷河期世代で求人数ゼロでしたよ。求人数ゼロ、
その会社がってことか、うん、でも数年前とか本当に辛かったみたいね、数年前とか何年ぐらい前ですかそれは。いやもう私がそのまま就活してたら、うん、その世代も多分氷河期っていうか結構あの内定切りっていうかが多かった年で、じゃあもうそんな中で俺が3年前にやったあの大学生の諸君あの大変だと思う、大変でしょ、大変だから大変あれだよ、うん、あれで就職するんだからその氷河期の時に大丈夫か。でも結構結構ねあのやばいやばいわ就職全然決まんねえって言ってる方がなんかこう気が楽な部分で、まあどうせ落ち症ぐらいの感じでやってるからこう肝が座っててこうよかったよ、ね、喋れるみたいのはあるみたいだけどね。確かにね、自分もアルバイトを、なごみさん、エスパイマさん、コンビニのバイトは、いつも残念に思うことが多いと、うんうん、商売を分かってない人がどうしても多いかも、うんうん、確かにね、ただ行ってただその時間ね、お金稼げるって思ったら僕は大間違い、うん、確かにね、それが今すごくなんかね、うんうん、多い気がするんだけどな。まあ、全員が全員ではないかもしれないんですけどもね、これは。仮にこのね、最初に隊長が言っていただいた感じのニュアンスのテーマやとしたら、こう、おみたいな、こういうことやろ、おう、みたいな人が面接行って、おう、出会ったらあるやんみたいな感じってこと。その自分を、まあ、落ちるけど、落ちていけばいいよそんな。でもそれはね、なんかあるかもしれない。でもやっぱりなんか就職とかだと、うん、あの昔は結構昔だよ、うん、はそれこそ CM と同じようなことを、例えば札幌ビールさんとかもこう社長さんになられてる方がなんか男は黙って札幌ビールだけとかそういうのをやって受かった方とかもいるんだけど、今の時代っていうのはそうなの、それで受かるの、びっくりするようなその突拍子もないアイデア発想を見られる時もあったんだって。でもやっぱり最近っていうのはそんなことする人がどんどん増えたから、それが普通になってるから、逆にしっかりと質疑応答ができないと話にならないっていう内面をちゃんと見るようになってるんだって。そういうのを大学生のうちでもうなんかあれすればいいと思う、学習していく、うん、もうなんかもうポーンって行った人がポーンって就職活動にしたところで、うん、なんか心配な気がするんですけどね。確かにそうなのね、うん、大学、俺さ、あの、スズロイのリンゴたちって知ってます？大好きよね。もうよう聞くから、ね、そう、あの、そこのね、あの、ドラマのワンシーンでなんかすごい、なんか訓練、なんかもう自衛隊、軍隊みたいな訓練するシーンがあるの。で、なんだろうなと思って、いきなりそこから始まるのよ、ドラマは。うん、その回はね、うん。なんだろうなと思ったらさ、なんか就職して、まずその会社で働くんじゃなくって、まずこのなんか本当山奥かなんか行って、もうなんか軍隊みたいな訓練するの。それでもう鍛える。そう、精神力とかを鍛えて、そこからやっと営業とか、ね、その、事務職に就くっていう。で、俺そういうのをね、やってるとこ今あんのかね、そういうのやってる方がいいと思うんだな。でもね、いろんうちがの知人でいたのは、うん、あの会社の偉いさんとか、うん、その経営者の人とかが神社みたいなところに行くの、はい、で感情を解放させる勉強をするの、はい、でもなんかもうとりあえず大泣きするとか、もうすごいね、それだから心を お芝居の訓練みたいなみたいなもの揺さぶるなんか人であれば仕事もいけるみたいな、その経営的なその何プランっていうか、なんかそんなんがあったみたいで、それに行ったっていう人もいたし、まあいろいろあるとはあるけど、外国とかだともう大学卒業してから、定かじゃないけど確か卒業してから2年ぐらいかなは時間があってからの就職、もう日本って新卒じゃない、けどその2年間をあのなんか自分が思うようにやる、その2年間とかがあるのが普通らしくて、それやった方がいいよ、ね、新卒にこだわりすぎるところがあるみたいな。新卒って何なの、まず新卒って。だから例えば大学4年間行って、
そのまま卒業した年にもうすぐ働けば新卒だけど、例えばここで留年するでしょ、うん、氷河期だからって言って1年2年留年したとしても新卒の方が採用率が高かったりするんだって。スムーズにいったから大学に、そうそうそう、そうちゃんとやってるんですねみたいな。新卒って結構あるじゃないですか。だから今年だと評価されたけど、海賊さんがそろそろ落ちます。行ってらっしゃい。めめめさん、いっぱいバイトしたけどすごくプラスになったよ、いいことも嫌なことも自分を育てると思うよって、うん、本当その通り、その通りだと思います。コロさん、駅前で大声出させる会社もあるよね。でも昔やらされたことあった、バイトで。アルバイトで、そうそう、アルバイトでスクランブル交差点のとことかで、いらっしゃいませみたいな。やってた、やってた、やってた。あれ、針ヶ谷さんだったんですね。そうそうそう。何だろう、まあ、お時間の方もね、はい、迫ってきたので、まあ、テーマとしてはね、就職活動についてという感じでお話しさせていただきましたが、まあ、いろんなジャンルっていうかね、その中ででもいろんなトークが出ましたが、そうですね、そうですね、テーマを決めないといけないですね。うん、何でしょうか。でもどっちかというと就職活動っていうかさ、大学生の話になったよね。そうね。なんか大学生の就職の仕方についてみたいな感じになったよね。それいいね。そう、いい。大学生、そうか。大学生の就職の仕方、ほにゃらら本音と建前みたいな。あ、長い。食べたい。食べたい。でもいいね。それそれと、じゃあ、いつかそれ。何ですか、何がありましたっけ。大学生の就職の方法、ほにゃらら本音と建前みたいな。長い長い。ダメって言われた。大学生。なごみさん、アーカイブ見まーすって。何回かさ、更新はまたバッファー、うんうん、なってるみたいやから、またね、よろしくお願いしますね。ありがとうございます。うん、これ皆さんも何か、ね、案があったら、タイトルつけるの確かに、そうそう、タイトルでも大事なんですよね、うん、これだとちょっと大きすぎるもんね。はい、うん、だから働くとは、あ、ダメだ、働く、大学生の就職事情みたいな。え、大学生の就職事情みたいな。ああ、ああ、いいじゃん。いいじゃん。大学生の、もう一回言って。大学生の就職事情みたいな。うんうん。これは。アンケート取る。うん、でもいいんじゃない？これちょっとさ、ツイッターでこれね、パッてアップされた時にね。うん、リツイートするわ。その人たちも多分見てると思うから、むしろくなちゃんの気持ちやからさ、うん、大学生に物申すとかでいいんじゃないの。あ、いいね、物申してるよ。いいですか、素敵やん。なんか就職のことも含めやけど、そう、ね、就職っていうよりもその大学に行ってとかさ、その個性っていうものをずっとなんていう、通せよとか、そういう言い分がいろいろ含まれてることやんか、うんうんうん、あと働くっていうこととかもね、全部入ってますので、うんうん、そうですね、わかりました。今日の議題は、はい、はい、大学生に物申す、これで、はい、はい、あ、いいね。後からアップされて変わってたりしてね、タイトルが終わったと思う。そうそうそう、要チェックで、はい、まあ、いろいろね、出てきましたが、まだ就職活動についてっていう中でもいろんな枝分かれもできると思うんで、はい、まあ、また来週以降もね、皆さんも何かこういうのをもっと深く話したいっていうのがあったら言ってください、はい、ぜひとも来週以降もね、お楽しみによろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。はい、ということでお時間の方も来ました、はい、告知とかはある人、告知、はい、あ、そうですね、はい、日曜日、10月7日日曜日、レコ発ライブやります。大塚ディーパにて行います。ディーパ、はい、オープンが15時なんですけど、私たち8時半だった気がします。はい、で、ブログにコメントくれたら2000円になるので、当日そのまま来ちゃうと2500円なんですが、もし来れないかもっていう方でも連絡いただければ、もう当日来れなくても、万が一来れなくても大丈夫なんで、うん、連絡だけくれれば入るとき2000円になるので、 CD ついてきます、ぜひ来てください、お願いします。 CD 付きで2000円ですか。そうです。安い、
安い。通常1000円の CD がついて2000円です。で生歌も聴けるっていうね。そうですそうです。盛り上げてください。え、 CD いらないって言ったら1000円でいける。CD いらないって言ってもお渡しします。あ、なるほど。そうそう、押し売りで。CD だけ聴きたい、あの欲しいっていう人。あ、で普通に買ってない。そうですね。はい、よろしくお願いします。はい。はい、あ、めんめんめんさんが打ち込んでくれてた。正直な自分で就職って。でもそういうことやね。正直な自分。変わってるかもしれないですね。これ終わってからまたアーカイブ見な。シャッターさんのね、あのね、言葉が反映されてるかもしれないですけどね、はい。はい。よろしくお願いします。ということで、はい。本日も1時間、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた金曜日の19時にお会いいたしましょう。雷調査隊でした。さようなら。バイバーイ。Now it's your first step change